どうすか、これ全然ちゃうな、向こうから見てもわー、サークルがすごいな。あ、やっぱりなんかあれやな、王様って感じやな、カブトの。どうも、コンジョルさんでーす。はい、今日なんですけど、ちょっとおじさんたちの禁断の種類をね、今日は紹介しようかな。ほとんどね、ちょっと SNS には登場してないんですよ。まあ別のブリードルームでね、ほぼ管理してるんですけど、その種類は。念願のね、極太をね、ちょっと入手できたんでね。はい。三郷さんのおかげだよ。誰のおかげなのかってこと。そうです。そうです。約10万円。もうお金ないんやから。主役が揃ったということで、はい、これからね、ちょっと検証も含めてね、はい、皆さんと見ていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、パンドラの箱開けちゃってください。これ YouTube じゃん、初めてじゃん。はい、どれからいきます。まず、まあまあまあ、いわゆる通常のヘラクレスですよね。はい、ちょっと曲がってるんだな。ちょっと曲がってるんですよね、これ。細いな、はい、細いな、これ。言うてもかっこいいけどね、やっぱ。まあヘラクレスっていう感じかな。ちっちゃいな、そう見たら。かわいい。まあ12、3センチ。まあこれがね、いわゆるほんまに通常のヘラクレスですよ。はいはい。でね、今回お見せしたいのが、はい、3号さんが、もう一度言わせてください。入手してくれ、誰のお金で入手したのか。我が息子よ。いわゆるね、立派極太ヘラクレスですよ、ね、どうすか、これ全然ちゃうな、もうえぐい、この太さの違い。どうすか、すごいよこれ。すごいよね、横から横から。うわ、どないする、これ全然違う。これもだってもうこれが生えてるようなもんや。ほんまやね、一緒や。でもね、ここの幅もやっぱ太い、全然ちゃいますよね。このヘッドの部分すごいな、肉厚やな。そうなんですよ。すごいでしょこれ。これね、ちょっとね、もう一頭おるんですよ。はい、さらにこの子よりもうちょっと太いんですよ。はい、色が見えようね、うん、出しますよ、もう一頭。いやいや、うぅぅぅ、勇ましい。どうですか、勇ましい。こっちの方がね、うん、ちょっと太いんですよね、太さ的には。でもここはね、こっちの方がでかいんですよ、ね、ちょっとゆっくりね、皆さんにお見せしたいんで。すごい、まあ、いわゆるね、あのね、極太のね、ブルーケットというやつですね、この2頭は。ブルーケット、はい、はい、これはもうノーマルヘラクレスですね、はい。こいつでもここ太いよね。太い、ね、こっちはちょっと細いもんな。そうっすね、ここがまだ細いけど、ここが太いんですよ、こっちより、ミヤゾンお前ら横から見ても、うん、わー、サークルがすごいな。どうですかこれ、立派ですよね、うん、ようこんなまっすぐ綺麗にな、うん、そうっすね、全然回ってないじゃん、ほとんど。大きさで言うと、うん、まあ通常の大きさですね、の極太ですわ。え、こういう系、この極太系はちっちゃい方がいい。まあちっちゃい方がいいんちゃいますね、ちっちゃくて太い方が。なるほどね、当然ね。これすごいですよね、すごいな、うん、改めてこう見ると、こう見るとこの、どないしたおもちゃみたい。どうすかこれ、すごいですよね。ああ、うん、ワイヤーと針金やもんな。うまやで。でね、さらにね、はい、もう一頭。これがね、ちょっと禁断なんですよね。禁断の、うん、あのね、おじさんたちもやっぱりね、ヘラクレスはちょっと大型狙ってるんですよ。まあやっとね、大きいのが出たんで。うん。これは立派。うん、これどうすか。長い。わあ、全然ちゃうな。どうすかこれ。うー、なんかね、これがね、全然ちゃうもん。166ですね、166、はい、これがね、おじさんたち今季最大ですね、うん、でもこれも、ね、結構ここも太いし、うん、な、うん、でもね、今ヘラクレスって18センチ台突入してくれてるでしょ、うん、だそれを考えると、あ、まあ166でも、うん、まあまあね、いい結果にはなってきてるんですけど、長い。どうすかこれ、この通常のこと、極太のこと、やっぱもう全然違うな、ボディが。ボディもこれはちょっとあれじゃ
なかなか動画に出てけへんような、うん、面白いですねこの見た目で、ね、まあおじさんたちもヘラクレスやってるんかよっていう、うん、実はねやってるんだよ。でもまあ、うん、新しくねここがね、うん、加わったんだよ、うん、まあ、これはね、やっぱり比較してみたいなっていうのがあって、うん、ちょっと寄り添ってきたね、うん、ビビってんちゃうの？ヘッドの大きさで言うと、うん、まあ、ここはヘッドの大きさは、まあ、こいつとこいつはよく似てるよね、ここの部分もね、そうですね、うん、長さは全然な、まあ、ここの太さと長さは全然ちゃうけど、うん、このほんま、この3と闘魂三重心みたいな、うん、こいつは、いや、この子はちょっとあのまだルーキー、ね、ルーキーな、一番こっちからね、こいつがね、ブルーケット 13.5mm あるんで、うん、まあ、ちょっと大きいかな、うんうん、でその次が 12.7 はい、でこの太さ、そうですね、でこの2頭はね、まあ、ヤフオク見てもらったら分かるんですけど、はい、はい、入札し続けるっていうね、うん、最初はこれもねすごいな思ってたけど、期待しとってんけどな、うん、だんだん ね、やっぱ太いの見てきたらもう、まあ、いわゆるね、まあ、ノーブランドというか、うん、まあ、これはね、ちょっとね、うん、おじさんたちも血統を作れたらなと思ってるんで、うん、まあ、血統を作るにしてももうちょっと大きいのを出さないと、うん、元の血統はこれないですよ、ない、はい、ないとこから大きくしていってるんで、うん、時間かけてもね、そうですね、え、目標はやっぱり180、いやもうそれは目標は20センチです、ギネス、うん、やっぱりなんかあれやな、王様って感じやな、カブトの、そうですね、偽物みたいやもんな、おもちゃみたいやもんマジで、きついな、すごいっすこれ、これもね、まだどんどん繁殖させて、そうっすよね、うん、行きたいっすよねこれ、まあ、こんだけの種類見れること、うん、あんまないっすよね、うん、そうっすよ、今年YouTube 初公開ですよ、おじさんたちのヘラクレス、まあ、ヘラクレスなあ、やらへん、あのなんかショートで何か出したことあるけど、あの、うかしてる、そう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 、ね、ね、この子の、この子サイズの、そうやね、うん、あれはまあ別のところでね、ちょっと管理してるんで、わざわざ持ってきて、そうっすよ、まあでも時は来たですよね、そうや、話、橋本慎也、時は来た時は来たですそれだけだ闘魂三重視やからまあ今後ね、この子たちのね、はい、ピラーニングとか産卵とかね、まあ、追ってね動画にしていきたいと思います、はい、はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします、お願いします、よー